動画の視聴ありがとうございます。えここでは、レックの直前講座のラインナップの方を紹介してまいります。直前講座のラインナップ、大雑把に言うと、室内予想系改正対策系知識強化系この3つがあります。卓越、起立、どんな講座があるかをご紹介していきます。まずは、室内予想系卓越です。一番上。 合計66点アップ特訓講座。こちらの方は毎年確実に出る論点、それを潰せるようにする講座です。あれこれ手出さず確実に出るところをやって、どんな回でもどんな年でも、まず66点は取れるようにしていこう。というのがこちらの講座になります。一方、今年どこが出るのかといった予想した講座が2つあります。 下は、こちらの方、午前、午後、主要科目、マイナー科目、すべてを含めた改正予想講座になります。一方、こちらはマイナー科目だけに特化した予想講座になります。それぞれ講師が違います。予想する視点、分析の観点が違います。次はこちらの方。 均一の方になります。均一の方については、こちら2つ、予想講座が2つあります。上、これは消文形式、論点ベースで予想する講座です。下、これは問題形式、〇〇一問の問題形式で予想する講座になります。で、どちらもどちらで、こちらの方、実績、適中実績があります。 下の方、この問題は、普通のね、皆さんが解いてる問題に加えて、解ける問題数が増えてきます。ただ、結構ね、力のある問題です。証文形式でありたい。まる一問で解きたい。ここで使い分けをしてください。次、改正対策。こちらの方は、令和6年向け。 改正法パーフェクトガイドというものがありますこの試験では令和5年令和6年でいろんな改正がされています改正情報がまだ収集できてない方令和5年はできてる6年だけだという方は令和6年分だけ受講することも可能です次知識強化券一番上 直前卓越過去問絞り込む講座。受験生の中では直卓と呼ばれている講座です。こちらの方ですが、いつもの直卓とは違って、今年は一問丸ごとではなく、必要な足だけを全部チョイスしたものを使っていきます。この何年の何問を解けばいいではなく、この講座で使うレジュメで出てくる足だけ見ていけばいい。一問丸ごとではなく、その足ごとに並べたものが、 この直前択一絞り込み講座になります。絶対に解けなきゃいけないもの。そういうものに絞って、A ランク、AA ランクに絞ったものが、えー、こちらの方、講座の方で行われます。次。根元の千本ノック、高速トレーニング講座。こちらの方は、全科目について、これは絶対落としちゃいけない。超、そういった超、ドキソだけに絞った講座になります。 度基礎を何回も回し強い基礎力をつけるこれがこの高速トレーニング講座です次会社法相等法総整理レベラブルアップ講座小学生の方初めに苦しむのは会社法です今持っている知識得点できるまでどうやって上げていけばいいのかこちらの方を三期講師の方がレジュメを使ってやっていきます 知識を得ることだけなく、どうやって手につなげるのか、そういった部分についても伝授があります。次、携帯少子60日完成講座。こちらは有名な書籍である携帯少子史、こちらを著者である森山講師の方から説明していくという講座になります。60日という長いスパンで、1回あたり30分ずつ、基礎力、そして考え方、応用力をつけていく講座になります。 単純暗記物を何とかする講座。まあ、農地法の許可、仮登記の可否、どうしても最後は暗記しなきゃいけないものが結構あります。そういったものを理由付け、力技などで説明していく講座です。<laughs> では今度は、均一系に行きましょう。均一の方ですが、解き方を学ぶ講座は2つほどあります。 上、答安構成用紙をほぼ使わない根元の解放手順。こちらの方、私が答安構成用紙はあまり使わず、どうやって早く効率的に解くのか。題材は、公開模試等の難しい問題を題材にした講座になります。一方、近世レベルアップ講座。やり方、解き方は同じです。ただ、 こちら、ゼロベースから、通常の問題を使って解き方を徐々に徐々につけていく。全20回かけて徐々に解き方をつけていくのが、この均一レベルアップ講座というものになります。次、赤松式均一10分朝取れ100台。一問一問小さい消問を解くことによって、ひな型の知識、論点力、 これをつけていくのが、この10分足取り講座になります。1日10分でもいいですし、今日はね、30分分やろうとか、いう形で、ね、長いスパンでやるっていうのもありです。ひな型力、論点力が弱い方、おすすめです。次、記述式過去問分析講座。最後の最後、やはり記述の過去問は解くべきです。 本試験側がどういう仕掛けをしてくるのか、そういう傾向を見ておくと、本番、対応力が違います。ただ、その過去問って、物によっては、なんだこれというものも結構あります。そういったものについて、ポイントなり、また、このあたりは手を抜いてもいいなり、得るべきポイント、得点力の付け方を森山講師の方から伝授していきます。 以上の方が今回のレックの本試験直前のラインナップになります。具体的にはこちら、このパンフレットの方に掲載がありますので、もしよければこのパンフレットの方を手に取ってください。ちなみに、この中でいろんな講座がありましたが、どれを取ればいいですかとどれはマストですかというご質問を受けるんですが、この講座の中で取らなきゃいけないマストはありません。基本は、 今持っている自分のテキスト、自分の問題集、これから受ける模試、当連、そこに特化して勉強すべきなんです。ただ、自分だけではうまくいかない、もっと得点力を上げたい、この分野だけなんとかしたいというのがあれば、こういった今回の講座語群、いろんなものをね、ぜひ採用してください。とというこで、 基本はご自身の持っているテキストを使うってこと。ただ、それだと弱い、伸ばしたいというのがあれば、こういった講座をぜひご利用ください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。